はい、皆さんこんにちは。今日もフォルツァストリートやっていきます。いつもコメント高評価ありがとうございます。このねフォード GT ほんと気に入っているんですが、少しね今の状況、どういう風にカスタムしてるのかっていうのを少しご紹介しながら、今日はね基本的にはガチャ動画ですね、ガチャをやっていこうと思うんですが、現在の僕のフォード GT ですね、まあ、カラーリングはこれにしていまして、でカスタマイズは星3、星にはあまりね好みじゃなかったんですが、星3はね結構好きです、僕は。なのでこれを愛用しています。そしてこのモッドはね先日の動画でもご紹介したんですが、これね一気に雰囲気変わってね、とてもかっこいいなと思って、まあ、これはもう固定でずっとつけてますね、僕は。フォード GT にほんととてもよく合うと思います。さて、このね、チューニングもしていかないといけないところなんですが、今日はとりあえずまずガチャをね、ガンガン回していきたいと思います。まあ、右上のね、この340枚あるやつをね、これ使うんですが、まず、総合値にね、総合値アップに必要な強化キットなどをねゲットしないと、やはり車っていうのはね成長していかないので、この辺りはしっかり、もらっていきたいところです。普通にね処理を進めているとこういうものはねどんどん溜まっていくので、ちゃんとねゲットしていきましょう。そしてやはり今回の目玉なんといっても車両ガチャですが、まずこのねドイツ限定のガチャですね、ドイツエンジニアリング限定のガチャをね1回回していこうと思います。これルーレット方式なんですが、動画では初めてですね。星2か星3が入ってるということで離すと止まります。スキップできるんですが、星2の M11981年モデルということで、レトロな方のね部類に入りますね。まあ、星2か星3なので、もちろん、いいんですが、プレミアムカードをこれもらえるんですね。これはありがたいですね。一回タダで引けるので。そのプレミアムカードですね、これ。こちらも星2か星3のマシンが当たるということで、もちろん星3をね、ゲットしたいんですが、まあ、数回ね、回していこうと思います。長押しで、このプレミアムカード、まあ、見た目もかっこいいですよね。このブラックで高級感があるんですが、さて何が当たるのか話していきましょう。星3来て、あ星2か、しかもかぶっちゃったな。まあでもねかぶってもこれはいいんですよ。複製ボーナス、これがもらえるのと、まあ車両のねアップグレードにつながっていくので、まあ、引きが悪かったっていう風にね、一概には言えません。はい。これはもう、ちょっと引いていくしかないので、はい。このね、右上の260枚のうちのね、この50枚使って、一回ね、引くこともできますし、まずは、引けるだけ引いていきましょう。長押しで、何が来るか。星3来い。星3来てくれない。これも持ってますね、僕。今日かぶるな、複製ちょっといいの来てほしいんだけども、まあでも先ほども言いましたがね、別に複製は悪いことではありません。はい、このゲージがマックスまでいくと星2が星3にねグレードアップするんでね。はい、そしてボーナスもいただけます。こういうのはね必要ですから。そう、先ほども言いましたが、右上のね260のうち50枚使ってこれ買いましょう。で引いていきます。星3が出るまで引いていきましょう。そろそろ星3来てもいいんじゃないかな。とにかく星3お願い来て。1991年の M3、まあ、持ってなかったのでいいでしょう。これあの最後にね
今回ゲットできた車両を全部お見せしますので、楽しみにしておいてください。いやー、これちょっとまだね、僕納得いかないので、もう一回引いていきます。はい、頼むよ、来てね、お願い、星さん来てください、お願いします。何でもいいので、星さんが欲しい。来て、そう、よし、まあ、レトロのね、1995年850CSI ということで、まあ結構これ本当にレアな車両ではありますね。あまり見かけない車両で、あ、マッスルカードもらえたので、これもう一回引けますね、マッスルカード。うん、車にもね、カテゴリー別に分かれてあってですね、まあ、こちらを見ていただきましょう。こうスーパーもいろいろあって、このマッスルのね中からこれ引けるので、一回引いていきましょう、せっかくいただけたので。さあ、これも星さんが含まれているので、来てもいいんだよと。何が来るか。あー、シボレースーパースポーツ454ということで、でも持ってない車両ですね。まあこれからどんどん増えていくでしょう、まあ、アメリカンマッスルカーということで。あ、プレミアムカードをまたもらえたので、もう一度最後にね引いていきましょう。もう何連引いてるのか分からなくなってきましたが、せっかくなので、これね、先ほどのもう一回引いていきます。このブラックカードをですね、プレミアムカードで星さん狙いで引いていきましょう。離します。何が来るか。ケイマン持ってますね、これめっちゃかぶるな。あ、受け取る、はい、複製ボーナスね、こうもらえるんです。まあ、これもね大事です。結構いいですね、複製ボーナスね、これ。はい、ということで今日はね、もうここで一旦止めておこうかな。はい、今回ゲットできた車両をね、少し皆さんにお見せして、ご紹介して、最後に少し走っていこうかなと思うんですが、こちらから、これね、僕も実車であまり知らない車両ですね、850っていうのはね。まあ3星、まあ星3と言った方が言いやすいですけど、まあ、カラーリングも結構ありますね。これ僕好きかな、この黒がベースの黄色か、この薄いか黄色系かな。うん、それにこれはない方がいいですね。で、モッドは、あー、やはりね、星3の方がいいですよね。星2にすると、まあ、あまりね、こう、派手さがなくなってしまうので、この車はこれぐらいね、派手な方がいいかなと、はい、思うので、これにしていきましょう。さて、このね、M1。カラーは3つですね、選択できるのは。赤、黒、白かな。赤でいきましょう。で、こちらもまあカスタマイズは変えずに、まあ、星2ですね、モッドもね、これで良きです。さて、 M3 の星2、この形もね、僕好きですね。まあ、パッと見ジェッタにね見えますね、この年代の車のね、4ドアセダン、まあこれはね2ドアですけど、結構こういうね、車っていう感じの形してますよね、ザ・車っていう形の、こういう昔の車両のね形も結構好きなんですが、この車にはね、このカスタム似合ってますね。そしてシボレースーパースポーツ454ということで、まあこちらも星2ですが、カラーリングの幅が半端ないですね、これ、まあ、これも好きかな。まあ本当たくさんあって選ぶの大変ですが、ちょっとこの青色いいですね、これにしてみましょう。ちょっとカラーの配色が50周年 GTR に似てますが、モッドは、うん、ノーマルでもいいかな、これでいきましょう。はい、そしてですね、
とうとう、納車されました。はい、こちら M4 ですね。これ丸々1日本当かかったんですが、とうとうね僕の手元に来てくれました。いやー、かっこいい。 BM の M4 とか本当好きですね。実車でもね大好きな車です僕は。これはモッドはね僕ノーマルの方がいいかな、ホイールね。うん、なので星2じゃなくてノーマルで行きます。この後ろもいいですね。僕この車両好きだな、本当見た目が特に好きです。はい、やっぱり BM はね見た目が何といってもかっこいいですが、せっかくなのでこの子でね少し走っていこうと思います。自動運転がねできるんですね、自動レースが。これをちょっとやってみましょうか。アドバンテージがあるならということでね、40ぐらいあるのでいけるでしょう。結果は、はい、勝てましたね。うん、まあ実際に自分で運転して勝った方がね、勝利した方がもちろん、もらえるリワードなど報酬はね多いようですが、こちらのバトルは実際にね僕走ってみますね。やはり自分の愛車この M4 のね走る姿を皆さんにお見せしたいと思います。やはりフォード推しですね。このメタストリートはね、青色緑の中で、はい、スタート決めてちょっと貯めましょうか。これだけねアドバンテージがあるの でここで離してタップ、ここでニトロ2周分使えるのでね、加速がすごいですよ。やはりもうかなり引き離しましたね、見えなくなるぐらいで離す。で、あ、ちょっと遅かったか。でニトロですね、でまた離す。で黄色のラインあたりですぐタップ。これ完璧なアクセルワーク、完璧なブレーキングっていうのがね一番いい評価ですよね、確かね。でまあここはもちろん余裕でね勝つことができました。勝利した勝利したと2回出てくれますね。はい、心地いいです。2回も言ってくださって感謝感謝ですが、このねバトルとバトルの間のこの報酬リワードもねありがたいです。しっかりもらって貯めて、そして車のね成長に使わせていただきましょう。今回は、まあ、こんな感じの動画ですね、まあ、ガチャを引いていくよという回でしたが、いや、やはりね楽しいですね、ガチャっていうのはね。ワクワクするし、もちろんね自分の欲しいものが出たら一番嬉しいんですが、まあ自分の知らない車両も結構たくさんあるのでね、まあ欲しいものが出なかったとしてもその車両を好きになることもあると思うのでね、もしかしたら新しい愛車が増えるかもしれません。はい、今日はねガチャを主にやってきましたが、皆さんどうも見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でもお会いしましょう。じゃあまたね。